NHL ドラフトは北米のプロアイスホッケーリーグ NHL が主催するドラフト会議である。正式には NHL エントリードラフト。NHL のドラフトは2日間にわたって行われる。大きな特徴として公式戦の試合が行われるリンクに観客を入れ、さらに一巡目指名はテレビ性中継も行われるなどショーアップされて模様されている。ドラフトは ウェーバー方式によって行われるが、NBA 同様ロッタリーが導入されている。また、一度のドラフトで300人近くが指名される。当初、指名対象は17歳以上であったが、1980年からは18歳以上で、北米の選手は20歳までとなっている。1963年6月5日、モントリオールのクイーンエリザベスホテルにて、 1> 第1回 NHL アマチュアドラフトが開催された。記念すべき最初の指名選手はモントリオールカナディアンズに指名されたゲイリー・モナハンで、後に西武鉄道アイスホッケー部でもプレーした選手でもある。1974年にバッファロー・セーバーズは実在しない日本人辻元太郎を11巡目に指名した。1979年にはアマチュアからエントリーに変更した。 これは消滅した別のプロリーグである和の選手を受け入れるためである。1992年には三浦博之が日本人初のドラフト選手として全体260位でカナディアンズから指名を受けた。2004年には福藤豊がロサンゼルスキングスから日本人で2人目のドラフト全体238位を受けた。ありがとうございます。